くれ、老師殿。ライダー。意識を取り戻した途端、暴れ出したんだよ。ものすごい力で止められなかった。混乱した意識が仲間が殺された記憶に支配されてしまったんじゃろう。それでまた氷魔になってしまったんですね。救えなかった。結局。そんなことないって。スレイが浄化しなかったらきっとこの子は何十人も殺しちゃったはずだよ。仲間への思いがそんな結果になったら、それこそ救われなかった。この子はかわいそうだったけどね。風の骨は敵を打った。そいつの願いも叶ったんじゃねえの。うん、私たちはけじめをつけただけ。あんなのは本当の救いになんてならないよ。ロゼ、だったらなぜ今回のこととかさ。今の世の中ひどいことって多いでしょ。それが当たり前にならないように、せめて自分たちのできることをやろうって。そう決めたのが風の骨なのですね。うん、風の傭兵団としてひどい目に遭った私らだからこそのけじめってね。だからロゼの仕事は殺すこと。そうけど、殺さなくていい世界が一番だって分かってる。エギーユやフィル、トル、ロッシュ、他のみんなも、私もね。けどスレイは本当に救えるんだから、自信を持ってバーンとやっちゃって。俺の仕事は生かすこと。そういうこと。言っとくことあった。ありがとね、スレイ。何？私に殺してほしくないって思ってくれてること。後悔とかしてないけど、心配してくれるのは嬉しいよ。ロゼの風の骨の決意はよくわかった。それでもやっぱり俺の気持ちは変わらないよ。たく、頑固だな。お互い様だろ。敵には回したくないね。よかったよ、ロゼが俺の重視で。やらせてもらう。
ベルグフォルク、強そうだ。ちなみに他の人という意味がありますか？山と丘の区別って難しいらしいね。先にフォロー入れてしまいます。スレイ、ここってまさか。どういうつもり？それはアイゼンを殺すってことさ。待って、私との約束は？悪いな、俺の約束はあいつをぶっ殺すってことなんだわ。そう、見極めたのね。お兄ちゃんを救う方法はヘルダルフと同じだって。そうよね、ドラゴンを元に戻すことなんてできない。だから殺すしかないのよ。エタだ。気にしなくていいわ。本当は分かってる。あれはもうただの化け物だって。人や天族を何十人も殺して食べた怪物。私のことだって餌としか思ってない。ありもしない可能性にすがって逃げることもできなかった。何百年もずっと無駄に縛り付けられて。頭では分かってるの。お兄ちゃん言ってたけど、殺さないと。あれが生きてる限り、私は。俺がドラゴンになったら殺してくれ。きっとエドナが苦しむから。それって何よそれ。勝手なことばかり。勝手に旅に出て、勝手にドラゴンになって、私がどんなに寂しかったか。兄ちゃん、怖いけど会いたいよ。お兄ちゃん、ダメージすぎ！逃がす一番の炎！ケチラス！
払いかと思った。全力でお願い。うずらしくね。攻撃力が高い。かけろ。防御具だ。高級の10連。高級の10連やるな。高みかけろ。青の4連マイチ。高級の10連今こそ攻撃。ベリーの攻撃。もう有効撃拒絶の一戦。かけろ。防御が薄い。防御で攻めよう。全てを貫け。新規解放。賛成結集。トリニティアロー。マイチ。今こそ攻撃。マイチルイルミートで攻撃。青の4連爽快の8連全てを貫け。シンプル。おやつ作り前は得意だったんだけど。ほんとよ。一丁上がり。叶えてあげなきゃね、アイゼンの望み。ああ、エドナが自由になることがアイゼンの絶対的。絶好調ダンクン剣。水の刃。じゃなかったろ。じゃあ甘いぜ。手よりは楽だったかもね。じゃあどうだったのさ。ちょろ甘かな。苦戦でしたね。体力を回復しましょう。こうするしかないんだよな。ヘルダルフと戦う前に。はい、エドナさんのためにも。ほんと呆れるほど優等生揃いだ。当たり前でしょ。お一人で背負わないでください。優等生だがバカだな。こんなことに付き合うなんてよ。本当にそうよね。ブルってるなら抱きしめてやる。いやよバカ。上等だ。決めよう。今ここで。
悪い、待たせちまったな。この時が来ちゃったよ。Thank you.
の地だ。炎壁水源、カーミティフリー、天使釈光、天使釈光、おゆるかおえつき、とはらめ、応援喝采、汚れすぎる、あるべき姿へ戻れ、マイオナエロ、焼き尽くせる、塩分熱戦、答えろ、国を守る、原始釈光、ヤシの力よ、天使の力下がって、原始釈光、ヤシの力よ、天使のドラマ、応援一戦、水蛇の人力解放、のぞき下がって、悪道を切る、原神ドル、強靭タイル攻撃、水蛇じゃない、原神ドル、原神ドルだ、
光。灼熱の赤。天神ドローン。天使灼光。神剣ソーダ。ヴァイオレットハイ。天神ドローン。天使灼光。左手外れよ。天神ドローン。ハグは円だ。タツは金属。応援喝采。追い喝させよ。何も言わないで。分かってると思うから。ごめんね。苦しませて。けじめつけたんだ。思い詰めんじゃねえって。大丈夫だよ俺は。気にすんな。野郎も満足してるだろうしな。あんたも。俺もさ。けどエドナは時間が必要かもしれないね。はい、何百年も積み重ねた思いですか。エドナは泣き虫だけど芯は強い子だ。それってアイゼンも知ってるだろう。俺たちも。ああだよな。いいけど、どうかしたの？どうもしないわ。気にしないで。うん、わかった。顔を見たくないってことかな。だとしても、俺はエドナの言う通りにするよ。勘違いしないで。
ただの個人的な理由よ。腫れているからじゃないでしょうか、目が。そっか、あんなに泣いたからね。それならいいんだが。よくないぜ、背中で語る大人の色気に気づかなきゃね。黙りなさい、親父ザビーだ。略しておじいだ。はは、調子戻ってるじゃないの。ちょっと傷ついた。で、用事って何なの。ちょうどいいから今のうちにみんなに言っておこうと思って。一度しか言わないから。ありがとう、ありがとう。2回言ったけど。一つはあいつの分だ。失礼。ついでに俺も言っとくわ。おかげでダチとの約束を果たせた。